はいどうも皆さんこんにちは、お疲れ様です。ハセシンです。ということで今回は記念すべき900レベル達成動画ということで拍手。いや長かったねここまで、ほんまに。おかげさまで BO3 めっちゃ入り込んだんで、ディスクもね今頃カスカスなってると思うんですけども、あ俺 DL 版やったわ。まあそれは置いといて、今回エバックのフリーフォールで何を使ってやっていくかというと、んドルルルルペーン K44 にグリップと拡張マシンとクイックとファストマーケットパークの方はオーバークロックと早技とブラスアップのカスタムやっていこうと思います。さあ行きましょう。ということでいいっすね。さああと何レベですか。あと15レベか。うわあと15レベルで、あのレベルアップした時の表記がなくなってしまうのか。あの真ん中に出てくるじゃないですか、真ん中の上の方にでかく今何レベル何レベルっていうドゥイーンって数字かね、あの表記がなくなってしまうんか。そう考えると悲しいような嬉しいようなって感じですね。さあやっていきますか。さあこの右から湧いてきましたね本当に。いいっすよ。てか敵がこの辺で戦わないってどういうことや。結構ねここ激戦区なんですけども、おっと影が見えたということは上の方の分かったんと、行かしてもらうぞ。これデブイデブイハセシンデブイを登らせていただく。ガットシーク謎の段差に乗ってる謎の段差に乗ってるあたりめっちゃ怖いけど、てか湧いとったね今。分かってるぞ。しっかりとカットしていきたいが、危ないよ、打ちやめてしまった。さあしっかりと敵をキルするまでは打ち続けていこうね。さあさあさあ、オーバーキルはしたらあかんね、みんなオーバーキル下打ちはしたらあかんからなさあ沈んでない、空いていく、カットしていきの、もう一人来てね。うーん、やってきましたね。なるほど、ファローか。てかこれまさかの敵って、このロビーの人たちマップの真ん中で戦うパターンのロビーかこれ。もしかしたら結構ね、日本のロビーはフリーフォールだとねマップの端っこで戦うロビーが結構多めなんですけども、これまさかの珍しいパターンでマップの真ん中で戦うロビーかもしれませんね。上から高い打点から失礼したかったけども、角におったんかわからんかったぞ。落ちてもうたー。てか落ちる前にやられてしまったから意味ないけど、てかキルペースがめっちゃ遅いな。上げていきますか、こっからハセシンのペースに変えていっちゃってよろしいでしょうか。この試合全体を行かしてもらいますよ。ほんまにおらんな、ほんまにおらんな、この上か、上おるやろ、ここおるやろ、おらんな、え、おらんわ、ほんまにおらんわ。どこで戦ってんのみんな。おったな今、足チラッと見て、やっぱ先端におるな。これ戻ってきた、カットしていいの、こっちから湧いてくるって予想。さあこっちか、うわーそっちか、なるほどなるほど、マップの真ん中パターンかな。いやでもこっちサイドの端っこは結構多めやなやっぱり。なんかようわからん試合になってしまってるが、でもこっち覗いたらまたリスポーンしてんねんな。ってことは皆さんあれですよ、こっちサイドの方でリスポーンしてきた時はここを拠点に戦うのが一番いいってことなんじゃないかなって思うんですけども、どうでしょうか。さあ右サイドいますね、スーッと行くぞこれ。え、なんか台の上に乗ってもうたでここや、問題はこのリスポーンや。ここで湧いた時にどう対応していくのかってところが結構ね大きく試合に関わってくるんじゃないかなと思うんですけども、いいっすね今のキルはなかなかでかいぞ。キネティッカーマンしっかりと倒していったぞ。からの敵が湧いてる、いいっすね、下にもいる、オッケー。からの湧いてるか、来まへんね、こっちか、スーッと行くぞ、来ないか、ワンチャン下か、スーッと行っているか、おっとおったな、よいしょめっちゃ真剣になって思ってるわ。ちょっと敵がほんまおらんねんな。え、どこにおんの、センターか、え、ちょっとほんまにやばい。え、これ動画的にめっちゃぐだるパターンのやつやって。あかんで、こんなほんまにブラックジャックおるのか。なるほどね。しかもあれ、ブラックジャックのローグの方やな。ツルッパ系の方は、何やったっけあれ、ギャンブラーか。ツルッパ系の方はギャンブラーやからな。ギャンブラー一回しか動画で使ったことないから、また使わなあかんですね。よいしょい。いいぞ。よいしょい。でかいでかい。今のキレでかい。この角で待たしてもらう。体力の回復を待ちつつっていう理由でね。来へんな、こっちかな、ワンチャンリスポーンしてんのかな、こっちで。湧いてるね、よっしゃい、いいよ、わあ惜しいけどセルストーンまで出たからで、なかなかいい感じやばいな、結構真剣になってしまうわ。てかなんかこのフリーフォールおもろいかもしれん、逆になかなか遭遇しないから結構燃えてくるよ。パソコンかもしれんか、あいつね、なんか俺で気づいてなかったんかな俺に。めっちゃよかったけど、オッケー、いいよ、今のキルかっこいい、なかなかかっこいいよ。オッケーオッケー。でこっちから敵が湧いてくるって予想、湧いてこない、いますね、いると分かったならばスーッといか、いやらしくいかしてもらう。よっしゃい、カットしていきの、ここで伏せてエルストライク展開していく。ワン、ツー、スリーと落としていったら、しっかりと敵がここから湧いてくるから、あの敵をしっかりと処理していきたいが、処理していこうよ。処理しきれないか。いいね、後半にかけてだいぶキルベースがガクッとガクッと上がってきましたね。ガクッと上がってきてるって表現どうなんやろうなガクッと下がってるとか言うけど、めっちゃ上がっガクッと上がってる時ってなんて言うんやろ、グイーンと上がってる的なねグイーンと上がってきましたね。さあさあさあ、いますね。さあ追っかけますよ、しっかりとキネティックアーマー使って贅沢に1キルかましていく。からの2キル目、オッケー、オーバードライブ、スピード違反カットしていく。いいっすね。さあ高い打点から失礼します。ストラテジスト的な感じのやつが終わりましたけども、いますね、よいしょ、いいっすね。さあさあ後半にかけて、さあ UAV も溜まってるから出していく。リロードかまして、いますね、よいしょ、いいよ。さあラスト3キル、綺麗にかっこよくスピーディーに終わらせていきたいところでありますがどうだ、いますね、よいしょ、いいからのラスト2キルで、敵はこっちから湧いてくると思うんですけども、裏取りいっちゃおうか。
裏取りワンチャンかけていきたいが湧いてこなかった。さあこっちか、ワンチャンこっちサイドが来ると思うんですけども来ない。後ろですね、赤点の反応がある。しっかりかましていく。ロングいる。ワンチャンワンチャンワンチャン、ラスト。うわワンショか、惜しい。でも少し溜まったからここは贅沢にヘイルストーム展開していく。さあ右サイドからグイーンとセンターに戻ってきてバーン、よっしゃ。ということで30キル6です。レシオ好転00。うん、なかなか良かったですね。ということで前半はねちょっとキルペースが遅くて、うん、なかなかゆっくりしてる試合やなと思ったんですけど、後半にかけてはね、がっつりとハセシンワールドに引きずり込ませましたね。はい、ということでラストヘルストームパスッとキッチンでね使っていきました。ということで、はい、無事にね900レベル到達して、あと残り15レベルがっつりと上げて1000レベル迎えたいと思います。ということで今回この動画楽しんでいただけたらぜひ高評価、チャンネル登録、応援コメントよろしくお願いします。ということで失礼します。